ガンミは日本から世界へエンターテイメントを発信すべく2015年に結成された男だけのダンスクルー。公式ファンクラブはガンミクラブ。ファンの故障はガンミスト。ダンスの世界大会に出場する目的のもと、ダンスのスキルではなく、その後にも続く一緒にいて楽しいメンバーを中心メンバーによって集められたことが結成のきっかけである。2016年に アメリカ・ロサンゼルスで開催されたダンスの世界大会、バイブダンスコンペティション21で、見事、日本チーム初の優勝を飾り、ガンミしてもらえるようなダンスエンターテイメントを作っていこうという思いを、グループ名に込め、ガンミとしての活動を本格的に始めた。アーティストの振り付け、バックダンス、国内外問わず、ワークショップの開催に加えて、数々のブッキングイベント出演等、 他方面にわたり活動している。2020年2月13日に公開された、コレオミュージック、ありがとうでは、メンバー全員で作詞にも挑戦した。また、チームとしての活動だけではなく、ダンスインストラクター、イベントの取材、舞台出演、他アーティストのライブ演出、自らデザインした服の販売や、ポップアップストア開催等、メンバー個人の活動も幅広い。 日常をエンターテイメントにというスローガンの元日々活動しているがその原点となったのがソタ、コウオヤ、カザシによる山手線チャレンジである日常に近い音となる駅の発車メロディーで踊る企画が実行されインスタグラムでの合計再生回数が100万回以上と反響を呼びウェブ媒体にも取り上げられたその他にも学園、ゴミ拾い、ハロウィン等 誰しも一度は体験したことのあるようなあるあるをモチーフにした作品展開を多く行っている。2018年からはワンマンダンスライブ東京ガンミサイトを開催している。ダンスのみで魅了する作品もあれば、勇気がかざしのお菓子を勝手に食べたことから勃発するダンスバトルやステージ上に衣装を忘れ、楽屋からタンクトップ姿で登場するタンクトップネタ等。 エンターテイメント性のある演出が魅力だ。2019年には全国1万人無料ダンスライブ計画、題して JG 計画を行った。クラウドファンディングで資金を募り、総支援者数3338名、総支援金額2352万5504円を達成。サイトのデザイン、チケット等のリターン設定、グッズ発注、ライブ会場の選定。 会場までの運転等もメンバー自身で行い、全国47都道府県で無料のダンスライブを開催した。全箇所のライブには無料ダンスワークショップも付随して行われ、普段、ガンミのレッスンを受けることができない地方のダンサーには貴重な機会となった。これをミュージック With You で AR とコラボする等、ダンスの地位工場、次世代ダンサーの可能性の拡大。 ダンス業界の発展のための新たなプロジェクトを進めることも彼らが活動する上で大切にしているコンセプトである現在はダンサーが主体となってアーティストとコラボし楽曲を作り上げていく新たなスタイルコレオミュージックを確立2020年4月よりガンミハウスと称したオンラインダンススタジオを開設した二千二十年七月にはガンミ発のオンラインライブ G3LX を3日間連続で開催。それぞれ異なるセットリストで構成され、初日はエイル、2日目はシラップのゲストアーティストと共に音とダンスを掛け合わせたコラボライブならではパフォーマンスを行った。3日間を通して踊った楽曲数は30曲を超え、ライブ当日までの過程、ロード 2G3LX をインスタグラムで配信したり、 ライブ後には演出家ソタによるライブレポートも公開した。主なライブガンミソタさん、チャンコウオヤソタ、コウオヤカザシ2018年10月11日に発足されたガンミのオフィシャルファンクラブ。チケットの先行予約や会員限定価格での購入、ライブ後のアフターパーティーやプレゼント企画の抽選申し込みの参加ができるなどといった特典が受けられる。 また、会員限定のコンテンツとして、ダンスビデオの未公開シーンやライブの裏側を、撮影した動画、メンバーによるブログリレーや、ダンス初心者でも楽しめるリズムトレーニングを収録した、初心者等が設けられている。ありがとうございます。